は？霊夢、だいぶモノマネ上手くなってきたな。そうでしょ、もうほぼ本人よね。全く話についていけないんだぜ。ちなみに誰のモノマネしているんだ？え、わからない。デスノートのミカ見てるだけど、普通モノマネするならライト変えるじゃない？あとミカ見てるのモノマネならセリフは削除だろ。マリサはデスノートの映画は見たことある？ああ、あるぜ。藤原竜也さん、松山健一さんがかっこいいんだぜ。戸田恵梨香さん演じる天音美沙もめちゃくちゃ可愛いんだぞ。その映画の主題歌はダニーカリフォルニアよ。かっこいい曲だよな。うぷ主のおっさんが知っている数少ない洋楽なんだぜ。ここで問題です。ダニーカリフォルニアを演奏しているバンド名は何でしょう？そんなの簡単だぜ。レッドホットチリペッパーズだぜ。正解、やるわね。ここでマリサ、レッドホットチリペッパーズってバンド名を見てどう思う？どう思うって言われてもな、辛そうな単語を並べたバンド名でかっこいいぜ。というわけで、今回の母ちゃんに使うカップラーメンはこちら。日清豚辛子麺、旨辛海鮮チゲ味。豆乳が強引とかいう次元じゃなかったんだが、どうやって辛いものにつなげる豆乳にするかをひねり出すのに2日かかったんだぞ。ひねり出した結果、ミカ見てるのモノマネでした。とにかく、今日は辛いカップラーメンを使うんだな。辛い母ちゃんが美味しいのか気になるんだぞ。注目すべきはこの辛さ調節パウダーね。すべて入れたら激辛スープになるようね。今回はどれくらい入れるんだ？全部入れるに決まってるじゃない、激辛母ちゃんにするわ。そうか、まあ霊夢が食べられるならいいんじゃない。あ、今回はマリサが食べるのよ。いやいや霊夢が食べればいいじゃないか。私辛いの苦手なのよね。自己中すぎ。ちゃちゃっと作っていくんだぞ。お湯を入れて3分経ったんだぞ。ここで辛さ調節パウダーの登場よ。おい、激辛好きな視聴者も少ないだろうし、入れる量は半分くらいでいいんじゃないか。全部入れました。うーん、無慈悲。よく混ぜるんだぞ。よし、あとはマリサが麺を平らげるだけね。告知なしで激辛食わされる身にもなってほしいんだぜ。覚悟を決めて、いただきます。辛すぎ、めちゃくちゃ舌がヒリヒリするんだぜ。味はどう？いや辛すぎて味なんかわからないわ。海鮮の味も全く感じないんだぜ。マリサの味覚が辛さで終わったかもしれないんだぞ。とりあえず頑張って麺だけは食べてね。鬼畜で草なんだぞ。うう、私はこんな頭悪い YouTuber みたいなことしたくないんだぜ。激辛ペヤングよりかはマシでしょ。マリサの食べてるシーンは十分撮れたからカットしたんだぞ。お前ら後でぶち転がすからな。じゃあこれにいつも通り卵を入れてレンチンしました。久々のマシた構文なんだぞ。じゃあ開けるぜ。よし、ちゃんと固まっているんだぜ。辛そうな母ちゃんになったんだぞ。それにしても辛そうなんだぞ。これは誰が食べるんだ？マリサよろしく。って、さあ、卵を使ってるから多少は辛味がマイルドになっているはずだぜ。それでは、いただきます。どうしたの？辛すぎて思考停止したか？うまい。なんだこれ、めちゃくちゃうまいぞ。辛味がマイルドになった分、魚介の旨味も感じられるようになってるんだぜ。辛すぎないなら私も食べようかしら。お前いい性格してるな。ありがとう。皮肉も伝わらねえ。字幕重なりすぎて草。いただきます。うん、美味しい。辛味がマイルドになった分、魚介の旨味も感じられるようになってるわね。コメント泥棒やめろ。採点の時間だぞ。今回の採点権はマリサに譲るわ。現在のトップは日清カップヌードルで80点なんだぞ。じゃあ発表するぜ。日清豚辛子麺旨辛海鮮チゲ味の点数は85点。お、暫定1位になったわね。程よい辛さと魚介の旨味が卵に凝縮されている点は高ポイントなんだぜ。超辛そうな見た目とのギャップも気に入ったんだぜ。辛いのが苦手だったら辛さ調節パウダーを使わないのもいいと思うんだぞ。麺を食べるときめちゃくちゃ辛かったから気をつけてほしいんだぜ。さて、今回の母ちゃんはどうだったかしら？母ちゃん選手権は毎週水曜17時に投稿しているから要チェックよ。過去の母ちゃん選手権の動画は再生リストにまとめているんだぞ。次はどんな母ちゃんが出てくるか乞うご期待なんだぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。